ポケカの歴代ぶっ壊れカードたちの解説動画パート2、始まるよー。前回のパート1動画では予想をはるかに上回る再生数、コメント、マイリス、広告、ツイートなど、本当にありがとうございました。さあ、今回もインパクト大のカードたちを新旧問わずバンバン紹介していきましょう。カプテテフ GX。サンムーン環境に登場した GX ポケモン。サンムーン対戦環境を知るもので、このカードを知らない人はいないだろう。このポケモンの強さはどこから説明していいのか、頭を抱えるほどに悩む。まずは特性。このポケモンを場に出した時に、デッキから好きなサポートをサーチできる。手札から場に出すだけの緩い発動条件で、状況に応じた強力なサポートを獲得できてしまう。例えば、リリエ、ならば1ターン目に手札を1から8枚にできてしまうし。まずい手札なら、シロナ、でリセットして6枚を新たに引き直せる。終盤の攻防では、グズマ、で試合を勝ちに導く。サポートが強いゲームなのだからこの特性は強い。そんな都合良い時にテテフが手札にあるか、と思う方も多いかもしれないが、ハイパーボール、ミステリートレジャー、など、テテフを持ってくる手段は少なくない。テテフは、このサポートが引きたい、という時、それを引き寄せる確率を飛躍的に伸ばすのだ。さて、この特性だけでも十分に強いテテフだが、それだけでは終わらない。技、エナジードライブ、は前回紹介したミュウツーの X ボール、とほぼ同じ性能。ダブル無色エネルギーで起動可能であり、あらゆるデッキタイプに適応してしまう。おまけに HP は9大点の170、弱点タイプもなしと防御面にも隙を見せない恐ろしさ。サポートを呼ぶだけにとどまらず、粘り強く相手に痛手を負わせるところまで一匹でやってのける。現環境で最も汎用性の高いカードだと誰もが認めるのではないだろうか。B。ポケカネオ環境で登場したベイビーポケモン。HP30、強力な攻撃技も持たない頼りないポケモンに見えるかもしれないが、B をデッキに4枚入れないのならその理由は、4枚持っていないから、意外にはない。と。当時のトッププレイヤーに言わしめたその強さをご紹介しよう。B の能力で最も注目すべきは、ベイビーポケモン、であることだ。ベイビーポケモンがバトル場にいる限り、相手の技の成否にコイントスが発生。5割の確率で相手のあらゆる技を不発にできてしまう。さらに技の、ピピピ、も抜きんでて優秀な手札リセット補充効果。相手のリズムを崩しつつ育成のための時間稼ぎをするのにはもってこいの性能であった。B に痺れを切らした相手が突風などでベンチとの交代を狙ってくるのに対しては突風を使われる前にミニスカートで互いのトレーナーカードをデッキに戻し自分はピピピで手札リセット相手だけを手札事故状態に追い込んでしまう。 B1 引きの場持ちは盤石というわけではないがミニスカートとの好相性で相手に停滞を強要。その間に手札を使っては入れ替えてベンチを育成、あるいは次のミニスカートを引き入れていく。戦況の有利を作り上げるための盾役者として、真っ先に名の上がるポケモンであった。ロケット団の幹部。ADV 環境で登場したサポーターカード。お互いの手札を山札に戻し、それぞれが自身のサイドの枚数分の手札を引き直す効果。文章だけではこのカードの強さが伝わりにくいという方も多いかもしれないが、対戦環境が比較的安定していて、多種多様なデッキが組まれた群雄割拠の ADV 環境において、登場からレグアウトまで常に使われ続けたこのカードの強さは確固たるものであった。このカードの強みは、あらゆる局面で利用可能で、さらにその効果が多彩に変化していくことだ。例えばゲーム最序盤ではシンプルに手札を6枚リセットできる。サンムーン環境でいう、シロナ、に。中盤で相手にサイドをリードされている場合では、相手の手札を削りつつ自分は少ない手札を補充。いわば、ジャッジマン、プラスアルファの恩恵をもたらしてくれる。
そしてゲーム終盤に見極めて使えば、相手の手札を1枚にしてしまうことも。手札破壊の難易度が高いポケカにおいて、この効果は強要されて叱るべきであった。相手の手札破壊にとどまらず、自身の手札補充までこなせる素晴らしい汎用性があったのだから。中でも、ビジョット、との組み合わせは好まれた。ここぞという時に、幹部、おサーチ、あるいは、幹部、で減った手札を、ビジョット、でフォロー、などと、プレイングの幅は大きく広がった。使うタイミングで表情が変わる、という点も、プレイヤーの腕が試されるカードであり、多くのプレイヤーに愛され、多くの戦局を変えた一枚だと呼べるだろう。ちなみに BW 環境では名前を N と変えて再録。こちらも当然レグアウトまで活躍し続けた。メガレックウザ EX。XY 環境で登場したメガ進化ポケモン。レックウザは強カードとして頻繁に名を残すが、その中でもかなりの環境制圧力だったこのカード。その強さは、メガレックウザ自身のスペックと、それを取り巻くサポートカードで凶暴化していた。メガレックウザについて解説するために、まずはメガ進化の仕様について説明しておこう。ポケモン EX の上に重ねて進化する点は普通の進化と全く同じであり、しかしメガ進化をするとその時点でそのプレイヤーのターンは強制的に終了してしまう。その分、メガ進化ポケモンには強力なスペックが備わっている、というシステムである。そして、出したばかりのターンには進化不可、という点も通常の進化と同じ仕様だ。となると、なぜメガレックウザが1ターン目から動けるのか疑問に思う方も多いかもしれない。メガレックウザにはデルタ進化という古代能力が備わり、1ターン目からでも手札から進化が可能。手札にレックウザ EX とメガレックウザ EX があれば、即時進化ができてしまうのだ。しかしもちろん、メガ進化をすればターンが終了というルールは適用される。そのルールを取っ払うのが、ソウルリンク、というポケモンの道具だ。これを装備したレックウザ EX がメガ進化してもターンは終わらなくなるのである。以上により、1ターン目メガレックウザの降臨は不可能ではないとお分かりいただけただろう。とはいえまだこれでは終わらない。1ターン目に3エネ240ダメージが出せるメカニズムとは何か。メガレックウザを象徴する、唯一の技、エメラルドブレイク。高校1ターン目から240ダメージを叩き出すこの技の恐ろしさを解説しよう。確かに、1ターン目で3エネルギーをつけるのは容易なことではない。エネ加速の多くは進化ポケモンの特性に頼りがちで、1ターン目起動は基本的に不可能だからだ。さらに、エメラルドブレイクはベンチポケモンの数でダメージが伸びる技。ポケカのルールではベンチは5匹まで。最高でも150ダメージしか望めない。しかしこれらの逆風も、メガレックウザを取り巻く追い風の前には無と帰ってしまう。まずエネルギー面では、メガターボ、がある。メガ進化ポケモン限定のエネ加速カードだ。ダブル無色エネルギーとメガターボがあれば、エメラルドブレイクの発動は1ターンで叶う。そして、エメラルドブレイクの火力を飛躍的に伸ばすスタジアム、スカイフィールド、の存在。これによりベンチに出せるポケモンの数が8匹に、そして1ターン目で240ダメージが達成される。ここまで紹介してきたメガレックウザを後押しする多くのカードたちの助けがあってこその強さだが、ここに最後の疑問が残る。こんなに多くのコンボパーツを1ターン目に都合よく集められるのか。その答えは、次に紹介するこのカードが教えてくれる。シェイミー EX。メガレックウザと同時に登場した EX ポケモン。登場以降、XY 環境で最も採用率の高いポケモンとなったのではないかと思われる。圧倒的なのはその特性。場に出すだけで手札を6枚になるまで補充する。サポート並みの性能の特性。これによりあらゆるコンボの成立スピードが加速した。ハイパーボールなどでトラッシュを肥やしつつシェイミーを出して手札補充。シェイミで引いたハイパーボールでまたシェイミを呼ぶこともできる。コンボパーツを揃えるまでの安定感を異常なまでに引き上げるカードであった。
無色タイプであり、ドローソースとして割り切ればあらゆるデッキタイプに対応でき、唯一の弱点である低耐久やベンチが埋まってしまうという点も、技を使えば自力で手札に帰ってこれる。手札に戻るということはもちろん、次のターンにまた場に出せるということでもあり、自己完結したその性能も使用率上昇に拍車をかけた。シェイミー EX がないと戦いのドローに上がれない、そんな空気を漂わせる強さであった。そしてこのシェイミーのサポート力こそが、メガレック・ウザの栄光を支える鍵であった。彼らが織りなす美しくも恐ろしいコンビネーションをご覧いただこう。高校1ターン目、レック・ウザもシェイミーも引けなかった状態を想定していく。まずはハイパーボール。これで持ってくるはフーパー EX。特性で EX ポケモンを3枚まで山札からサーチ。レックウザ、メガレックウザ、シェイミの3枚の EX ポケモンを手札に加える。レックウザを場に出し、ソウルリンク装備、そのままメガレックウザに進化。そしてシェイミを出して特性セットアップ。減った手札を補充。スカイフィールドを展開、バトルコンプレッサーでイネとサポートをトラッシュに送り、メガターボ。再びハイパーボールでシェイミをサーチ。そのまま出して手札を補充。ベンチを埋めつつバトル場のポケモンに軽石装備、バトルサーチャーでプラターヌ博士を回収し使用。ダブル無色エネルギーをつけて逃げるで交代、ベンチを埋めたら準備完了。1ターン目からほぼ全てのポケモンを一撃で倒し、さらにノーデメリットで連発可能なエースが成立。山札の半分以上を1ターンで掘り進めるため、コンボの成功率もかなり高い点が脅威である。このスピードとパワーと安定感の前に、数多くのデッキは涙を飲んだ。そんな完全無欠と思われた彼らを脅かしたのが HP30 の進化前ポケモンだという事実もあるのだが、それはまた別のお話。さて、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。前回の動画で、強いカードの情報を募集した結果、非常に多くの情報がいただけたことが嬉しかったです。予想外の多くの再生、コメント、マイリス、広告、本当にありがとうございました。コメントにあった時系列順でのポケカの歴史動画の要望も別シリーズで作成を考えていますが、とりあえずこのシリーズは、前回と同じスタンスで時系列を問わず気楽にやっていく所存です。また、パート2の投稿が遅れてしまいすみません。スマブラが楽しすぎてやりすぎました。次回の動画では、番外編としてポケカ GB からあんなカードも紹介しますのでお楽しみに。不定期更新とはなりますが、また次の動画でお会いしましょう。